ユーザー名やパスワードなど一度入力した情報は次回から自動で入力させると操作が楽になります。ツールをクリックします。インターネットオプションをクリックしてください。コンテンツタブをクリックします。 オートコンプリート欄の設定をクリックします。有効にする対象を細かく選択できるので、それぞれの内容をよく確認してください。ここでは、ホームのユーザー名およびパスワードにチェックを入力します。パスワードの保存前に確認にチェックを入れると、 パスワード情報を保存する前に確認メッセージが表示されます。入力後、OK をクリックします。OK をクリックします。この設定で、ユーザー名とパスワードの初回入力時に情報を保存することが可能になり、2回目以降の入力から、 自動的に情報が入力されるようになります。ただし、複数のメンバーと共有でパソコンを使っている場合など、情報を知られたくない時には設定しないようにしましょう。以上で、ユーザー名やパスワードの情報を保存させる方法は終了です。